はいいじももしですはいえー、今回はですねガードプラスグラ,グラップ仕込み無敵技を解説しようと思います、まあ、あの前回前々回の動画でですね、あのー、グラップ講座という感じでグラップ関連の解説動画を、えー、上げてたんですけど 今回もそのグラップ関連の、えー、派生系ですね。なのでガードプラスグラップ仕込み、無敵技。まあ、無敵技になんでガードやグラップを仕込むんだという話なんですけど、それは毎度のことですね。まあ大体あのグラップ仕込みっていうのは今までの,あのバックステグラップであったりジャンプグラップ見ていただくと、まあ、どういった感じかっていうのは分かってもらうんです、えー、分,か分かるかと思うんですけども、えー、今回はそのガードですね。 今までにないガード仕込みというのもやっていきます。まあ、これも何で無敵技にガードを仕込むんだという話になってくるんですけどちょっと動かしながら説明しますね。まあ自分がこけた時ですね。まあ緑色ですね。緑剣があの自分だと思ってください。まあ置き攻めを食らう時に、まあ、よくある攻防としてですねこれですね。ちょっと遅らせて打撃。 これ,ですね、これをやられるとですねこのように、えー、リバサ無敵技をガードされながらこのように攻められるという、まあ、よく実践である攻防なんですけど、まあ、これに最速壊しを出してもガードされる、まあ、無敵技もこのようにガードされるで、まあ、投げをいってもこのようにグラップをされると、まあ、何やってもダメじゃないかとなりますよね。 まあこれは、えー、相手の重ねる打撃がですねあの小足に限らず、まあ、立ち投げでもいいんですけど来られた時に、まあ、無敵技をガードしながら相手は攻めを仕掛けられるという、まあ、いわゆる攻め手側の安定行動の一つですね、まあ、これを潰してやろうじゃないかともともとですね潰す選択肢としてはこの遅らせ打撃に、えー、遅らこ,っちこちらも遅らすと いうのがあるんですけどこれですねこれはもう相手のタイミングに依存する上に非常にリスクが高いですね。今のように潰される時もあるのでリスクが高いと。じゃあどうしようという話になってくるんですけど、まあ、そこへ出てくるのが今回のガードプラスグラップ仕込み無敵技ですね。じゃあ無敵技ですね先ほど無敵技勝利を打ったらガードされてるじゃないかと。 いう話になるんですけどこの竜を遅らせて出しますなのでリバーサーではなくリバーサだとガーされますよねこれを少し遅らすとはいこれですこうすることによって当てれますよねで何が弱点かというとこの昇竜のコマンドを遅らせてる間に相手の小足が来てしまうと食らいますよね なのでガードを仕込もうという今回の話ですなので昇竜拳のコマンドを入れて最後ガード方向しゃがみガードですねしゃがみガード方向に入れてパンチを押すとするとどうなるかというとはいこれですあのキーリスを見てもらうと分かるんですけど昇竜拳のコマンドを入れてガード方向に入れて強パンチでグラップ仕込みというと強パンチの後にはい強パンチ投げと押しますね これで、えー、相手が投げに来てても投げれます、えー、投げ抜けができますし、えー、遅らせ小足はあのように無敵技を勝つと。で、なぜガードを仕込めてるかというと、はい、これですね。このように。勝利権が出るまでに相手の小足が来てたらガードできます。もちろんこれ、今、相手側はそのこちらのリバーサーを警戒した小足なので、重なってないんですね。重なってないですよね。これは 重ねの打撃もガードできます。ガードに入れながら昇竜、昇竜のコマンド入れてガード入れてるので、投げもグラップできますし、重ね打撃に勝って、遅らせ打撃に勝って、まあ、いわゆるほぼ相手の安定行動を潰せます。相手がこれを、こちらの遅らせ昇竜を潰そうと思ったら、もう目の前でガンガードするしかないです。 重ね、まあ、勝つっていう言い方はちょっと違いますね。重ね打撃に勝てるかというと、勝てるわけではないんですけど、引き分け以上。なので、負けることはないですね。引き分け以上、非常に取りやすいと。まあ、いくつかリスクはもちろんあるんですけど、その、あくまでこれが、グラ昇竜があのが万能というわけではないんですけども、非常に強力な。 これを選択肢の一つとして持っておくと読み合い非常に有利になるぞという技になるのでまあもしやっていない知らないという方がいたらこの動画を見て少し練習していただくといいですね。まあ、あとそのもし自分がやらなくても相手が使ってる場合があるので知識としてそういったものがあるというのもあの覚えておくといいですね。 なのでこいつに読み勝てねえなとか何やっても返されるなというのは単純に読み負けてるんではなくてこういった小さい細かいテクニックで読み合いじゃない部分でテクニックの部分で負けてるというのがよくあるのではい、はい、これですね「裏」「サード・グラ・勝利これ非常に強力ですね。 であの今ですね守りの倉昇龍ガードプラスグラップ仕込み無敵技という説明をしたんですけどあの守りだけではなくあの攻めでも使えますねちょっとそれやりますね今回あの逆に緑ではなくあの赤色側があの自分だと思ってください攻め,る攻める側ですね置き攻めではい まあこれは置き攻めで、えー、グラ勝留を、えー、やりました、はい、ガード入ってますよね、はい、これにしゃがぐらをするとこうなります遅らせしゃがぐらなどをするとこうなります最速で打つとガードをちゃんと仕込めてるとであのグラップももちろん仕込んでるので長げありにもこのようにグラップをできると このように投げが遅れても勝利が出ますし、強力ですよね。もちろんバックステにも当たりますし、まあこれはキャラによるんですけど、まあバックステが弱いキャラにはバックステも枯れると。下が裏は殴れる。最速、暴れはガードできて、投げはグラップできると。これが攻めのグラ勝利ですね。まあ守りと読み合い的には一緒なんですけど、まあ、 比較的ローリスク、ハイリターンで、あの、攻めができると。まあ、そのローリスクというのは、ゲージがあればですね。ゲージが2本以上あれば、セビキャンが効くので、まあ、ヒット確認。まあ、剣だったら大勝利にヒット確認して、えー、セビバックステイであったり、他のキャラもそのセービングまで入れておいて、えー、ウルトラコンボに。当たってる時は前ダッシュしてウルトラコンボに。ガードされてる時はセビバックステイに。という風に、比較的ローリスクに攻めれるので、 そのなかなかしゃがグラ投げでも崩せない、打撃でも崩せないなという、攻め手にかけるなという方は、この攻めのグラ昇竜、攻めの、えー、ガード仕込みの無敵技というのも使っていくと、まあ、これも先ほどと一緒ですね。あのー、これさえやっていればという技ではないんですけど、読み合いの一つとして、手駒の一つとして、あのー、持っておくとかなり幅が広がるので、ぜひとも身につけてほしいですね。 えー、今回ですね、その昇竜剣、まあ、タイトルとしてはガードプラスグラップ仕込み無敵技ということで、今回、昇竜拳でグラ昇竜、いわゆるグラ昇竜ですよね、で説明したんですけど、これはあの昇竜拳に限らずですねあの、波動コマンドであったり、竜巻コマンドもも,もちろん、ガード方向最後入れれば仕込めるので、ルーファスの、えー、EX9 摂取、波動コマンドですね、あれを最後、ガード方向に入れて、同じような入力。 ジュリの、EX、扇風車竜巻コマンドですねこれもガード方向に最後入れて同じようにガード仕込みグラップという風にやるとあの同じような省流券と同じような読み合いができるので省流券を持ってないキャラクターも使っていけますね。 まあ最初はですね、なかなか昇竜券を入力してからガード方向というのが難しい、タイミングがなかなか測りづらいぞという方がいると思うので、そういう方はですね、あのフェイロンですね、でやるのが、あのー、個人的にはおすすめです。というのもフェイロンはですね、あのー、昇竜券、支援客があの逆昇竜のコマンドになっているので、自動的にですね、あのー、最後の昇竜券、必殺技入力のコマンドがガード方向になるので、まあ、遅めに、えー、キックボタン、そしてグラップと押すと、 あのー、自動的にガード方向には入るので感覚タイミングをつかむのはあのフェイロンでやっていただくと最初は分かりやすいかなと思いますんで、まあ、慣れてきたらその昇竜コマンドから、えー、ガード方向に入れるという少しテクニックコマンド入力がいるんですけど、まあ、タイミングはそういった形で練習していただければ分かりやすいかなと思います、まあ、今回この動画ということでちょっとあの説明しきれない部分ですとかあの説明不足 伝わりづらい部分もあったかと思いますのでその辺はあのブログの方などにも補足を書いてますのでそちらの方もあのご覧いただけるとありがたいですではあの今回は、えー、ガードプラスグラップ仕込み無敵技でした